皆さんこんにちは、ヤスさんです。今日はですね、再びの沖縄ということで、もうね、夏休みの恒例になりましたけども、今からね、石垣島の方へね、行こうと思います。今回もね、楽しんでまいりたいと思います。さあ、それでは行ってまいりましょう。皆さんこんにちは、ヤスさんです。昨日ですね、ビーチの第2ターミナルからね、出発のね、撮影をね、してたんですけどね、なんとね、チェックインの時間間に合わず、ビーチの飛行機乗れなかったんですよね。で、昨日はね、もう石垣島の便がなくて、今日次の日なんですけども、またチケットね、取り直ししまして、阿南から石垣島の方にね、向かいたいと思います。もうハプニングね、続出でもうどうなるかと思いましたけども、なんとかね、行けそうですので、今からね、楽しんでまいりたいと思います。さあ、今日はね、無事に行けそうですよ。昨日無理やったからな。反対。違う。はい。来ましたよ、ジェイクさん。ねえ、ほら、通り、八重山。さあ、今日泊まるね、お江戸、到着しました。E の部屋に行きましょう。一番 OK。これ、よし、はい、到着しました。お邪魔します。おお、いくらついてる。2階のテントあるやん。あ、涼しい。はい、到着しました。お部屋、はい、2階はどうなってるか。お部屋はこんな感じでございます。今回お世話になる部屋はこちらの部屋でございます。はい、今回ね、レンタカー付きプランということで、ここに鍵がね、あります。チェックインとね、チェックアウトはこちらのタブレットで行う感じになります。これね、電子レンジも出てるしね、ケトルもあるしね、 IH もあるし、もうそれぞれね、揃ってる感じですね。で、ここはトイレかな。あ、ほら、トイレ。これ、ね、2階になってまして、2階に行けば寝室とかお風呂もね、あって、洗濯機と乾燥機もついてるそうでございます。はい、いや、夏晴れの一日ですね。はい、のホテルからね、石垣島の中心部の方にね、乗っていただきました。レンタカー集めて、それからね、昼ご飯をね、食べに行こうと思います。やっぱね、めちゃめちゃ暑いね。台風のね、影響からか若干風が強いかな。ただすごい晴れ渡ってるね。雲はところどころあるけどね。はい、今日のお昼ご飯はこちらですね。
ステーキをいただきます。そうなん、ライス、ドラゴンスープとか。そう、熱い、熱いんやけど。サラダは入れ放題ね。はい。早速カレーと、カレー食べてみよう。いただきます。あ、うまい。牛すじトロトロカレーやなこれ。めっちゃうまい。うん。美味しい。まず最高やこれ。カレーうますぎるんで僕はですね。2杯目ステーキいきますか。レアステーキを、ソースをわさびソースわさびソースにつけて、はい、今ちょっとうわ、うまっ、めっちゃうまい、うまっ、食べた。おいしい、やわらかい。お腹すいてたかな。ごちそうさまでした。おいしかったです。お見事、完食やね。素晴らしい、めっちゃおいしかった。うまい。